一条、国条の戦いは、天正元年8月に、織田信長と朝倉義景の間で行われた、戦国時代の合戦である。ただし一条国条での攻防は極めて限定的で、あったため、激戦地の名を冠して、利坂の戦いとも呼ばれる。織田信長と対立した室町幕府15代将軍、足利義明は、いわゆる信長包囲網を形成して、 信長に対抗しようとした。浅井長政、朝倉義景はこの一員として信長と戦ったが、苦境に追い込まれていった。元気4年4月、同じく法囲網の一員である武田信玄が死去し、7月には名手の義明が京都から追放されるなど、法囲網側は明らかに不利になった。8月8日、信長は3万の軍を率いて、岐阜城を立ち、大江に攻め入った。 これに対して、浅井長政は五千人の軍勢をもって、小谷城に牢城し、浅倉義景も、家中の反対を押し切った上で、自ら二万の軍を率いて、長政救援のため、余語に本陣を敷いた。ところが、長政の武将である、山本山城主、厚地貞行が信長に寝返ったため、小田軍は月ヶ瀬城を落とし、小谷城西側へ包囲を広げることが可能になった。 また、朝倉側も、重臣、魚住慶方らが数年来の軍事疲弊を理由に、出兵を拒否、やむなく、吉影自身が出兵するしかなくなるなど、この頃から織田方の内部工作及び、朝倉主家中の闘争による崩壊が伺える。吉影は、小谷城を小詰めすべく、小谷城の背後に位置する北西の鏡山に先陣を、構築、同時に、大竹取などからなる。 小谷城守備の城西軍を築く。一方、小田軍本隊は10日に、田上山と小谷城の間にある山田山に割って陣取り、朝倉方を盛んに挑発建成した。信長方、各部隊も、各要所に城西、先陣を構築し、小谷城及び朝倉軍包囲を計画する。12日、大海一帯を暴風雨が襲った。 信長はこの暴風により敵が油断しているはずと判断し、これを後期と捉えたと考えられる。信長は本人より、自ら千人の守兵、馬回りのみを率いて、軍を介し、朝倉方が守る大竹取を奇襲した。この取は、山田山から南に下がった位置にあり、小谷城を含む連山の小谷城よりも高所に位置し、朝倉軍の対小田軍に対する前線基地だった。 朝倉方は、暴風雨の中を敵が攻め寄せてくるとは思っても、見なかったために降伏してきた。これを討ち取ることもできたが、ここで信長は捕らえた敵兵を、わざと解放し、吉陰の陣へ向かわせた。吉陰は、大国取りでの陥落を知れば、必ずや撤退すると考え、そこを追撃しようとするものである。信長は次に朝倉方の越前、平泉寺宗兵が守備していた。 定夜城を襲って手中に収め、そこでも、敵兵を解放した。この二条に兵を配置した後、信長は、朝倉は必ず撤退すると考え、先手に、佐久間信盛、柴田勝家、滝川和増、木下秀吉、庭長秀などを配置。皇家を逃すことのないようにとゲージをした。十三日、大竹取り出の陥落を知った吉影は形成を判断。 小田軍総勢3万に対し、朝倉軍は2万。朝倉勢は前日のように、主力重心羅を欠いた上、戦意も低く、勝ち目がないことを悟った吉影は、撤退を決断した。朝倉軍が撤退を開始するや、信長は本隊を引き、自ら戦闘式を行って、朝倉軍を追撃した。しかし小田方の先定武将たちは、あらかじめ下事を受けていたにもかかわらず、 信長より遅れてしまい後に、信長より失責を受けたが、佐久間信盛がこれに反論を行ったため、信長の怒りを買っている。もともと、大見出兵に最終課中の意思統一もなされず、小田方の内部怪獣工作などで、戦意もない朝倉軍は、対局戦の混乱に、小田軍の攻撃を受けて、皆殺しにされた。吉景は、引田城への撤退を目標とし、 経路であると根坂に向かったがここでも信長自らが率いる織田軍の追悼を受けた横から戸根坂鶴ヶにかけての撤退中朝倉軍は織田軍に押され織田方の記録によれば3000人以上と言われる死者を出した朝倉軍もあるものは踏みとどまりあるものは反転して織田方を押し戻すなど果敢に奮闘したが北の症状主朝倉景行や 当時17歳の朝倉道陰といった一門衆を、含め、山崎義家、斉藤達沖、河井義宗など大名、朝倉氏本家の軍事中核を成していたであろう、武将が多数戦死した。織田軍は、翌14日まで朝倉軍を徹底的に追撃した。これにより、朝倉軍の大見遠征軍、つまり、朝倉本家の直属軍勢と武将はほぼ壊滅した。 吉影は手勢のみを引き、一条谷へ帰還した。15日から16日にかけて、信長は、味方の将兵をねぎらうと同時に休息を取らせた。そして17日には大軍を整え、吉影の元家臣前派義継を案内役にして、越前に攻め入った。一方、吉影は15日に一条谷に帰陣したが、味方の劣勢を知った国内の武将らではせ参じる、ものもなく、 もはや吉陰の手勢は近所含めわずか500人となってしまっていたと伝えられる。ここにおいて、重廷で、朝倉市の同盟周筆等の王の軍事朝倉家、鏡が市城谷を捨てて、越前北部の大野軍にて、形勢の立て直しを図るように進言した。大野軍は盆地であり守るに固く、当時朝倉市と同盟関係にあった平泉寺を、頼りに再起を起うと促した。 しかしこの時、すでに、平泉寺の総兵も、所領安堵などを条件として信長と内通していた。18日、信長は一条谷の市街地を襲撃制圧して焼き払った。一条谷突入の際の信長方で、最も際立った働きをしたのは、当主、武田元明を、朝倉の捕虜にされていた、若狭武田死休家臣らであったと伝えられる。この時、 朝倉市になおも忠義を尽くそうとする者数百名が、小田軍と戦ったと伝えられている。それより以前に手勢のみを率いて一条谷を逃れ、慶京に促され、大野軍へと移動していた吉景は20日、仮の宿所として、慶京に指定されていた六望県商事を、周到に思う裏切った、慶京の手勢200に囲まれた。金樹らが奮戦、内地にする中で吉陰は、自陣、慶は、 義シの首を持参し、信長に降参した。義シの着難、IO 丸やヨシの愛称少々賞など、義シの極近親者は、降伏を条件に除名され、捕らえられた。義シ近時の一部はあえて巡視せずに生き残り、彼らの除名交渉やその後の世話をしようと決めていたが、織田軍により、義シの敬類たちは護送中に処刑された。一部の武将、一族衆らは、 織田方に参したが、特に重く用いられるものはなかった。またその他の親族衆、武将らが、その後、反乱を企てたり、一向一騎と共に決起したりしたが、数年後、越前一向一騎殲滅のため越前に再進行した信長の前には無力であった。この後、お田田は軍を北大見に返し小谷城を攻撃、浅井氏を滅ぼした。この戦いで、 朝倉氏が滅亡したことで、最終的に、信長の領土は、越前、若さに拡大することとなった。ありがとうございます。